古市次康氏は、日本の人形奏演俳優。男性、大阪府出身。1オーバー、F 合同会社を設立。それまでは、劇団カッパ座で、東京室長。人形奏演、人形制作、演出などを手掛けた。作って遊ぶゴロリ役で、着ぐるみ奏演。ノージーのひらめき工房を、ノージー役で、着ぐるみ奏演劇団カッパ座。会社情報。 2018年7月14日閲覧。劇団カパザ。作品紹介。二人の王子。2018年7月14日閲覧。23年間、番組の工作は、一切考えてなかった。ワクワクさんこと、久保田正人は、今も。スポットライト、サイバーエージェント。2018年7月14日閲覧。商品情報、NHKDVD 作って、 遊ぼ季節の工作。日本コロンビア。2018年7月14日閲覧。商品情報。NHKDVD 作って遊ぼ。リサイクル工作に挑戦。日本コロンビア。2018年7月14日閲覧。ありがとうございます。